を開くより目の前の階段を登り切る。知っているんじゃなくてやってみることさ。別にじゃなくて特別な今日、生まれた時に握りしめた夢を手放してしまう。ちょっと算数が苦手なんじゃない。あれですよ、一番最初の出会いが生きるのが苦手なんじゃない。生きるのが苦手算数だけかと思う。生音クラブっていうのをされてね、これだ
終わったんですけど、そこに、初めて出させてもらって、その時からのお付き合いで、ですよね、今はね、広島ミュージックシャンブリとかいろんなところも、あれもね、声かけてもらって、あのちょっとこういうイベントがあるけ一緒にやらんかいねって言われて、あれ急にスタッフ集めてください言われて、あマッキーさんに、うん、ごめんなさいって住む人を集めた、あごめんなさいごめんなさいだったんじゃん、うん、ね、だって何やるかわからんかったんじゃん、いや俺ごめんなさいわかりやすいだろ。そんなタコさんとの長い付き合いの中で、初めて生音クラブ、ね、この間、ね、一応100回でキリをつけたんですけど、うん、僕らが何回目ぐらい、いや23回目、あその時にね、出させてもらって歌った曲を、歌います。ラストフライトという歌です。おこれ好き。
よくぞ、僕たちのライブに来てこれ、てっちゃんの曲だよね。あ、そうそうそう、欲しいよね。でも俺最初これ聞いた時ね、大した曲じゃないのって言ったらしいよ。言うたいね、ほんまやだろ。これいつ頃できた曲だったか。君の長男が生まれた年ぐらいで。おお、まだ君かなり前よね。もう童貞じゃなかったんだろ。そう、もう童貞じゃない。童貞じゃない。じゃあ、続きまして、もう皆さん期待してるでしょう。あ、C だ。え、シゲル。ええ、違う、シゲルじゃない。あ、わかった、山崎箱じゃ。あ、正解。なんでだそれ。彼が童貞の時に作った。イエーイ。振りはバッチリ。振りはバッチリで。いいだろ。レイニーデートだ。イエーイ。こういう時なんか喋れ、喋れ。童貞でした。素人童貞じゃなかった。なんですかそれ。いや、それも奇妙じゃない。じゃあ、そんな感じで、彼は企画生の頃にね。あ、恥ずかしい。童貞の頃に作ったのです。なんか言っちゃねえよ。土砂降りの雨の中、僕の部屋から君は傘もささずに飛び出していった。さよなら一言、僕の肩越しにそっと小さくつぶやく、君は泣き顔。レイニーデイ、こんなに悲しい夜は。レイニーデイ、泣かないで。目に流され、愛が消えてく。目に流され、君が消えてく。押し寄せる別れの時の中で、心は大きく揺れる、戸惑う二風が吹きすぎてゆく。さりげなく心を隠してた君が、最後に見せた涙は胸を熱くさせた。悲しい
かないでおくれ。目に流され愛が消えてく。目に流され君が消えてく。走り去る君は夜の街へ。小さな後ろ姿が遠ざかってゆく。 Rainy day、 こんなに悲しい夜は。 Rainy day、 泣かないでおくれ。目に流され愛が消えてく。目に流され君が消えてく。成長してるかもからんね。どういうこと？どういうこと？それ英語にとって英文かよ。タコさんがウチナーのフリマライブ やるってじゃない。そうそう、やるって難しいですね。あの時にね、初めてこれ、ね、オリジナルって知らんかったんよ。あ、誰の歌じゃろう思うとオリジナルじゃったね。まあね、テツルはね、あの学生の時はもう一生懸命ね、あの童貞の中の童貞の中の純粋な時にはいい歌が出るよ。これがね、刺激になったよ、ほんま。けがれがなかったよね。そうそう、で僕も最初聞いた時、すごい歌じゃん思うて。で、僕近かったの、家がね。で、うちね、この間もいろいろ話したんだけど、よう電気止められるってね。うちも止められるってね。止められたけど、お前ちったらこたつだったっけやの。それを目当てに用意したんだけど。実家の経済力の違いでね。でもね、あいつね、言うてもね、仕送りよくね、いろいろ昔ってこうね、段ボールに詰めてから来るじゃないですか。はい、で、お来たんじゃって、お見せてみんやって、さあ、ジーパンが入ってたんですよ。へぇー、それがね、めっちゃ伸びるんや、こうビヨンビヨンってあのゴムの入ったジーパン伸び伸びジーンっていうかね、しばらく伸び伸びくんって言われてるあったね。もう伸び伸びくんですよ、今日から。マレさん、あさっての MC を。伸び伸びくん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 。君も可愛い顔しとったよ。僕も、うん、あ、ほう、うん、ありがとう。なんやろ、ピーチ。打ち合わせ見た、見た、これの写真で。あ、そうそうそう、あの頃、本当にお金がなくて、お金なかったんじゃけど、ね、歌が好きで、いろんなね、ところ行って歌ったりして、彼も普段、ほとんど喋らないじゃないですか、ライブの時とかね。でも昔ね、僕らあのライブ企画して、僕はまあ企画してないんだけど、それ出た時に彼はね、ずっと司会しようとなんですよ。へぇ、そうそう、お姉さんとね、OL のね。おぉ、そうそうそう、あ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。あ、ごめんごめん、あ、すいません。何ですか、高校生の
OL のお姉さんと一緒に、OL のお姉さん高校生だったっけ、あれ高校生、高校生の OL、 犯罪じゃん、それ犯罪じゃん、犯罪じゃん、童貞じゃけ。じゃあ最後の歌を。そういう感じだ。明日に砂がつく、これをタムさんに送って、アクア終了してジャンボリーだよね。そうそう、じゃあせっかく今こうリズムにジャンボリーの一番最初の2010年、CMJ 昨日ちょっと練習したんですけど、これ歌おうかって話、歌詞をね、覚えとらないね、僕ねどこまで続くわけですけど大勝因だよね。そうなんです。全部来たもんね。そう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 。一番最初は。もうね、あの時ね。あれ、鳥ですよ。鳥で、あのご存知の方もよく来てたじゃん。中山太蔵。太蔵くんね、今仲良くさせてもらったんだけど、あの人が僕たちの先輩でしたね。ああ。地下にね、あの真っ暗いところずーっと。あなた連れて行かされたんだよね。じゃあ最後の歌を。Yeah.
登って私はやるぞって言わなかった。え？え？そう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 。ある方とね、一緒にさせてもらう機会があって、その方がね、まあ言ってねえか。竹元郷っていう、ゆるとさんがいらっしゃるんですよ。それの竹さんと一緒に、あ、好きなんですか。あ、そうなんですか。竹さん、うん、僕も好きです。本来好きなんですよ。で一度ね一緒にサポートしてもらう機会があって、でその時にまあ、YouTube に上げてもらった、まあ、上げてもらったか僕は上げたんじゃけど上げたんですけどね。でそのリードを見て、あ、こういう風にやりたいのって飲みたいの、昨日の話じゃないか。昨日の話じゃないか。でもお前帰ってから練習するって言おうとしたんだ。寝た。そんな感じの系やったんです。じゃあその時にじゃあタコさんがそして今日お越しいただいた皆さんが明日もですね、笑顔でいられるように願いを込めて、願いという歌を。めっちゃ緊張した。茜色の街に伸びる影帽子、小さなその手のぬくもりをいつも感じている。夜の静寂は明日のためにある。未来の夢描き見ることは明日に想いを馳せ「ありがとう」の言葉だけ今君に伝えたくて、走り出した夜空に流れ星を見つけ足を止めた。ただ一つだけ流れゆく星にかけた願い、明日も君が笑顔でいられます。20分ぐらいで終わりますから。